こんにちは、ハッカです。シレット以前の動画に登場していたこちらのギター、赤いテレキャスター。そう、今日はマイニューギアの紹介です。ギターを始めた時に最初に入手したのはレスポール型。その次にストラトキャスター。となると次はテレキャスターというのが自然な流れだったかもしれません。まあ、エレキギター他にもいろいろタイプありますけど、まあ、基本の3スタイルって感じですよね。そしてもうそれぞれのキャラクターが全部違って、それぞれにしか出せない音があるんです。レスポールは音が太くてふくよかな音がしますよね。ストラトキャスターは繊細な音がします。まあ、音作りの幅っていうのは非常に広いんですけどね。そしてこのテレキャスターですね、まあ、だいぶ癖があるというか、もうジャッキジャキの音になるんですよね。こちらのギター第一印象は気難しいギターだなっていう感じでした。でも弾きこなせたらすごい楽しそうなギターでもあるんですよね。では詳しく紹介していきますね。はい、もうジャッキジャキの音なんですよ。もうかなり高音がキンキンするような主張の強い音になってます。で、私個人的な感想なんですけど、テレキャスターって好きな人嫌いな人分かれるギターだなというふうには感じてるんですよ。ストラトキャスターってすごい好きな人と、まあ無難だよねっていう肯定寄りの意見がかなり多数を占めると思うんですよね。まあ、なので、まあ、一番人気のギターというふうに言われてるんだと思うんですけど、テレキャスターって、まあ、すごく好きな人と、ちょっと苦手っていう人に分かれるイメージありませんか？私も最初、ちょっと苦手な部分あったんですよ。ただ、ギターを始めてから、いろんな楽曲を聴くようになったり、自分でまあフレーズをコピーするようになって、やっぱりテレキャスターじゃないと出せない音とか、すごい好きな曲がテレキャスターで作られているっていうことがよく判明するようになりました。で、そこに追い打ちをかけたのがやっぱりギタマガなんですね。はい、また登場しました、ボッチザロック特集のギタマガで、この北ちゃんのギターなんですけど、実際録音に使われたのはほとんどがテレキャスターだということなんですよ。まあ、そりゃもうテレキャスター弾いてみたくなりますよね。いや、本当にですね、ボッチザロックは私の人生を変えるくらいのインパクトを残しています。ではこちらのモデル紹介していきましょう。このモデル名は2023コレクション、メイドインジャパンヘリテージ 60s テレキャスターカスタム。いや、名前長くないですか？で、フェンダーには USA 製、メキシコ製、日本製という、まあ、3つの製造地がありますよね。で、さらにですね、最近のフェンダーは弾きやすさを追求したモダンタイプと、昔ながらの作りを大事にするヴィンテージタイプとに分かれます。で、こちらのモデルは日本製、メイドインジャパンでヴィンテージタイプに属されるというモデルなんですよ。ちなみに後ろのストラトは USA 製でモダンタイプなんですよね。 60s と名前が入っている通り、1960年代のテレキャスターを、まあ、徹底的に模して作られた構造になっています。で、カスタムという名前は、まあ、その時代に存在したこのバインディングが入っているタイプのものになりますね。で、少し前からメイドインジャパンではこのヘリテージモデルっていうのを、まあ、レギュラー化して商品化してるんですけど、この色が、まあ、2023年の限定カラーということで、まあ、キャンディーアップルレッドなんですよ。で、もう一つソニックブルーというカラーが今販売されています。で、特にこのキャンディーアップルレッドは人気で、もうネット上には全く在庫がない状態なんですよ。まあ、楽器店に少し残っている可能性はありますけどね。
2023と言いつつも前半には完売というモデルになっています。本当にギターって一期一会ですよね。限定モデルとか、まあ、色の違いとか多くて買える時に買っとかないとなくなっちゃうんですよね。とまあこれめっちゃいい色じゃないですか。で私ストラトの時もそうですけど、もうギターほぼ色で選んでいると言っても過言ではないです。で青系とか赤系、まあどっちかが好きっていう人はいると思うんですけど、私どっちも好きなんですよ。でこのキャンディーアップルレッドはフェンダーの定番色ですね。フェンダー初のオリジナルカラーというふうにも知られていて、まあ言ってしまえばメタリックレッドなんですけど、本当に名前の通りリンゴ飴のようにちょっと黒っぽさを感じる深い赤のメタリックになっています。このメタリック感、ラメっぽさっていうのは、もともとはゴールドの塗料の上に赤いクリアカラーを吹き付けて出していたということなんですね。でギターの塗装がラッカー塗装からポリウレタン、ポリエステル塗装に移っていくときに、まあ、その2層をやめて1層になっていったという経緯もあるようなんですよね。でこれとすごくよく似たモデルが、まあ、以前フェンダージャパンの時代に発売されていました。 TL-62 というモデルですね。で実は札幌に TL-62 のこのカラーの中古品が売ってるんですけど、激しくぶつけたようで塗装の一部が割れて卵の殻のように剥がれてるんですよね。で下地の木が見えていると。でその断面を見てみるとやっぱり一層塗りでした。ところがこちらの2023コレクション、ラッカー塗装なんですよ。まあ、実際には下地はポリ塗装で、トップだけラッカー塗装で仕上げているっていうものらしいんですけど、いや、これがまたいい色なんですよ。表面の反射を見ると、ちょっと波打ったような感じなんですよね。なんか濡れたような質感なんですよ。ラッカー塗装って均一じゃなかったり、まだ塗装が柔らかくて固まる最中だったりして、まあ、なんかこうちょっと異なる質感になってるんですよね。そして気がつきました。このバインディングとレッドの間を見るとゴールドの塗料がはみ出てる箇所があるんですよ。まあ、すなわちですね、昔ながらのゴールドの塗料の上にレッドを2層にわたって吹き付けているっていう塗装の仕方をしています。でラッカー塗装なんで経年劣化でクラックを起こしたり、表面のレッドが剥がれて、まあ、ゴールドが見えてきたりと、まあ、そういった変化を楽しめるというような仕様になってるんですね。まあ、そういう意味でも長く付き合えるギターだなというふうには思います。まあ、ちなみにこのラッカー塗装のギター私初めてなんですけど、まあ、想像にやらかしまして初日にですねアーキュレスのギタースタンドに立てかけておいたら、ここちょっと黒っぽく映っちゃったんですよ。半日ぐらいだったんですけどね、もうすぐですよ。まあ、それからはスタンドにはこう布を置いてその上にかけるようにはしてますけど、やっぱりちょっと扱いが難しいですよね。あと独特の匂いもあります。まあ、普段そんなに気にはならないんですけど、この部屋締め切って出かけて帰ってくるとちょっとこうきつい匂いがする時があります。まあ、最近窓開けたりとかドア開けて、まあ、出かけるようにはしてますけどね。ではさらに細かいディティールを見ていきましょう。このモデルはですね、フェンダーカスタムショップのマスタービルダーとして名前を馳せているマーク・ケンドリックさんが監修しているというモデルらしいです。まあ、徹底的にヴィンテージを模しているというところで、まあ、いろんな仕様が今とは違うわけですよ。ボディはアルダー材、ネックはメープル材ですね。で、指板はローズウッドになっています。で、持ってすぐに分かるポイントとしてはネック超細い。で、ナット幅が 41.02mm なんですね。で、ネックシェイプはかなり薄めの C 型シェイプ。
さらに指板のラジアスが 7.25 インチというかなり丸みを帯びた指板になっています。指板のネックとの接続はラウンド張りですね。まあ、なのでこう持った時にですね、こうグイッと指を回り込ませて、もう握るように持つことができます。ローコードのポジションだと、まあ、かなりですね、あの弦と弦の間を近く感じるんですよね。予言ミュートはしやすい反面、まあ、他の弦を触ってしまいがちというようなまあ問題もあるかなと。まあ、ここのやりやすさっていうのは人によるような気もします。で、指板が丸いので、あのチョーキングが非常にやりにくいです。だいぶあの引っかかるような感じがするんですよね。で、フレットもですね、かなりあの細くて高さが低いんですよ。なので指があの完全にこう指板に当たる感じがしてて、で、弦がなかなか滑らない、引っかかるという感じなんです。で、最初すっごい弾きにくくて、で、弦をエリクサーに変えたり、あのオレンジオイルで保湿したりっていう風にして少しはマシになったんですけど、それでもあのレスポールとかスタラトよりもかなりあのチョーキングとかしづらい傾向にあります。全体的に最初弾きにくいなと、すごい気難しく感じちゃって、まあ、今までの2本がモダンタイプなだけあって、もう全然違うなと。他にもヴィンテージらしさあって、まあ、当然のようにコンター加工なんていうのはないわけですよ。はい、後ろすごいシンプルですよね。で、角がしっかり立っていて、こう構えた時にですね、あの脇腹めっちゃ痛いです。で、ネックのジョイントもこの4本ネジのプレート、四角いプレートがついてますよね。で、ここにもしっかりバインディングが入って角があるということで、ハイポジションの指の届きにくさっていうのもあります。こう最終フレットに小指が届かないそんな感じもありますね。で、ピックガードはサンプライのミントグリーン、これもヴィンテージは模してますけど、これに関してはこっちのスタラトと全く同じ素材です。で、ブリッジは6本の弦を3つのサドルで支える形、これがオクターブチューニングが合わないということでよく知られていますよね。で、この個体、あの奇跡的にですね、オクターブチューニングバッチリ今合ってる状態です。で、ピックアップの中身もヴィンテージ仕様になっているようなんですよね。まあ、そのおかげでかなりノイズも出ます。で、スイッチはフロントミックスリアの3ウェイ、ボリュームのネジとトーンのネジ、ワンボリュームワントーン、特にボタンとかもない、本当に武骨な作りをしています。で、肝心の音ですよね。で、やっぱり印象としてテレキャスターのジャキジャキっとした音は出るんですけど、このギターなんか最初すっごい音太いなっていう風に感じました。生音がでかいんですよね。思ったのはこのフロントリアミックスのポジションでそれぞれ全然音が違うなということなんですよ。
はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、2023コレクションメイドインジャパンヘリテージ 60s テレキャスターカスタム、こちらを紹介してきました。噛みそうなぐらい名前長いんですけど、まあ自分でも3本目ちょっと早すぎるかなっていうふうには思ってはいるんですけど、まあやっぱりギターっていうのは一期一会だなと、まあギター沼はやばいということを体現してしまってますね。まあ、実際3本持ってみて分かったことは、もう全部違って全部いいということですね。まあ、この先やっぱりフレーズだとか弾く曲によって持ち替えていきたいと思います。あとはやっぱりそろそろエフェクターにも手を出していきたいかなというところは考えています。まあ、今はアンプリチューブでアンプだとかエフェクターをかなりいじれるんで、まあ、いろいろと音に不自由はしてないんですけどね。ということで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録や評価もお願いします。またギター関連の動画もいろいろ出していこうと思いますので、まあ、よかったらチャンネル登録しながらお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。